こんばんは。9月25日金曜日、ニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。北京の新空港大興国際空港の開業からの乗客受け入れ数が1000万人を超えました。ロシアの製薬会社はロシアで中国製ワクチンを接種した初回のボランティアたちに副作用は一切現れていないと発表しました。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。習主席は国連の活動について断固支持すると表明しました。外交部は経済回復に向けて人と貨物の通路をさらに開設していくことを明らかにしました。以上が今日の主な内容です。はじめに、北京の新空港大興国際空港の去年9月の営業開始からこれまでの乗客受け入れ数が1000万人を超えました。22日午前、中国南方航空の飛行機に乗り、北京市大興区から上海本町空港に向かった乗客の一人が、北京大興国際空港の1000万人目の利用客となりました。現在、この空港には国内線187路線があり、全国129の空港とつながっています。1日の発着数は最高で660便、乗客数は9万2000人を突破しているほか、開業から今月21日までに大興国際空港を離着陸した便は8万4000便になり、取り扱った貨物はおよそ3万9000トンに達したということです。空港運営会社は自動チェックインレファレンス設備を導入し、乗客の待ち時間を短縮しています。またペーパーレス化を実現させたほか、顔認識システムによる通関サービスも間もなくスタートする予定だということです。中国製ワクチンの治験を行っているロシアの製薬会社は、これまでのところ初回の被験者たちに副作用は一切現れていないと発表しました。ロシアの製薬会社ペトロバックスの発表によりますと、中国の監視のバイオロジクス北京生物技術研究所軍事医学科学院が共同で研究開発した新型コロナウイルスの候補ワクチンの第3期国際臨床試験がロシアで行われており、初回に接種したロシアのボランティアには副作用が一切現れていないことが分かりました。ペトロバックス社は今年8月中旬にこのワクチンの臨床試験に関連する研究許可を得たもので、試験が成功し、ロシア連邦保健省から使用許可が得られれば、ワクチンの生産を始めるとして、今年年末には月産量が400万本を超え、2021年に1000万本になる見込みだと予測しています。続いてトップハイライトのコーナーです。習近平国家主席は23日夜、北京で、国連のグテーレス事務総長とオンラインで会談しました。習主席は国連の活動を断固支持すると表明した上で、各国は相互につながり運命を共にするものであると強調しました。習主席はまた、発展は持続可能なものでなければならず、人類と自然の関係をうまく処理する必要がある。中国は自国の環境や生態系の保護を強化するだけでなく、気候変動への対応という国際的な責任を進んで担い、人類共通のふるさとである地球の保護に力を入れ、各国とともにグリーンなシルクロードを構築していくと述べました。国連貿易開発会議の22日発表の報告によりますと、今年世界経済は 4.3% の衰退が予想されるものの、中国経済は引き続きプラス成長を実現することが見込まれています。これについて外交部の王文賓報道官は24日の定例記者会見で、中国は新型コロナウイルス感染症の予防抑制を前提としながら、人的往来を利便化させる通路および貨物通関のグリーン通路をさらに開設し、国をまたがる企業経営に利便性を提供すると語りました。
オーストラリアの研究者2人が中国への入国を禁止されたことについて、外交部の王文賓報道官は24日の定例記者会見で、中国側は学術を口実として事実無根の情報をまき散らし、故意に中国を中傷攻撃する行いや、中国の国家安全を脅かす行為に断固反対する。我々はオーストラリアの一部の人間に対し、冷戦思考とイデオロギー上の偏見を捨て、中国を客観的かつ合理的に見て、中国への中傷をやめるよう求めると述べました。国防部のタン・コクヒ報道官は24日、中国人民解放軍が台湾海域で実施した軍事演習は、外部勢力の干渉や一部の台湾独立勢力の活動を受けて実施したものとした上で、台湾独立への企みは必ず失敗に終わると強調しました。タン報道官はさらに、台湾独立勢力が台湾を中国から切り離そうとするのであれば、それがどのような名目と手段によるものであったとしても、我々はいかなる代償を払おうとも、その企みを断固として阻止すると述べました。以上、今日のニュース、劉英がお伝えしました。